マシュー・リチャード、マット・ストーンは、アメリカ合衆国の監督、俳優、脚本家、アニメーター、作曲家、歌手、声優。トレイ・パーカーと共に、サウス・パークを手掛けるクリエイターであり、サウス・パークに登場するカイル・ブロフロフスキーは、ストーンにちなんだキャラクターだと言われている。またロックバンド、DVD のメンバーとして、ボーカル、ドラム、ベースを担当して、音楽活動も行っている。 1971年5月26日、アメリカ合衆国南部のテキサス州に住むユダヤ系、アメリカ人の一家に生まれる。ユダヤ教徒の家系に生まれたが、ブック・オブ・モルモン制作時のインタビューで15歳の時に、リチャード・ドーキンスの影響を受けてからは無神論であると語っている。後に、コロラド州に移住し、コロラド大学ボレダー校に入学して、映画と数学を専攻していた。 その際、映画の授業で知り合った2歳年上のトレイ・パーカーと友人になり、一緒に映画制作を行うようになる。1992年にパーカーをはじめとした映画仲間と制作会社、ジ・アベンジング・コンシャンスを設立、社名は仲間内でダサ作として嫌われていた D.W. グリフィスの同名映画から名付けられた。同年に、ストーンはパーカーとの最初の作品として、 短編アニメーション、イエス・キリスト・ vs 雪だるまを制作した。キリエアニメーション、子供たちを主役にした、ブラック・ジョーク、劇中歌、さらに作者二人が自ら声優を務めるなど、後年のサウスパークの原型とも言える内容になっている。1993年、パーカーの発案で、ミュージカル映画の予告編と称して、 コロラド州の食人事件を題材にした歌を登場人物たちが踊る短編映画アルフレッド・パッカー・ザ・ミュージカルを制作した。作品は大学内で話題になり、自信を得た二人は同作を長編映画として制作することを決意した。制作会社のメンバーと家族や友人など方々に映画制作のための出資を頼んで回り、最終的に12万5千ドルの制作費を集めた。 1994年、完成したアルフレッド・パッカー・ザ・ミュージカルの本編は、コロラド大学で、試写会が行われた後、サンダンス映画祭に応募された。受賞はしなかったが、MTV で作品が紹介されるなど、一定の注目は集めた。1996年、映画配給会社との契約が結ばれて、アルフレッド・パッカー・ザ・ミュージカルは、カンニバル、ザ・ミュージカルに、 海大の上で公開され、カルト映画として、コロラド州の映画館で上映された。題材となった事件が、コロラド州外ではあまり知られていなかったことから、全米での知名度を得るには至らなかったが、映画を評価したコメディセントラルから番組制作を依頼された。1997年、パーカーらとイエス・キリスト・ VS エス・るまをベースにした、キリア,アニメーション、サウス・パークを制作した。 サウスパークは5度にわたるエミー賞を受賞するなど風刺アニメとして高い評価を受け2019年現在までに23シーズンが放送されている2011年にはサウスパーク内でも創始者ジョセフ・スミスが風刺に使われた末日性とイエス・キリスト教会を題材にしたミュージカルブック・オブ・モルモンを制作と2賞を受賞した2002年 マイケル・ムーア監督の映画、ボーリング・フォー・コロンバインが公開される。この映画は1999年4月20日に発生したコロンバイン高校従乱射事件に題材を取ったノンフィクションドキュメンタリー作品である。事件のあったコロンバイン高校は、マット・ストーンがリトルトンで暮らしていた家と近いこともあり彼はこの作品中インタビューを受けている。 インタビューでは特にジトルトンで暮らしていた頃の話、また社会からの疎外感を持ちそのような犯行に及んだ犯人についても多く言及していた。同作品中にサウスパークと告示したアニメのパートがありそれはトレイ・パーカーとマット・ストーンによるものだとムーアはほのめかしていたがアニメ部分を担当してくれというムーアの申し出をトレイとマットは実際断っており事実とは異なる。 彼らはそのことに対し怒りを表明し、後に制作した映画、チーム、アメリカワールドポリスに登場した自爆テロリストを、ムーアに見立てている。その自爆テロリストは、作品の中でインタビューを受ける国民に、チームアメリカのことを悪く言うようにさせていた。ムーアとの確執を、インタビューで聞かれるとストーンは、あいつをそんなに嫌ってはいない。と述べていた。ありがとうございます。